FBI 式仕草の心理学今回 FBI 式の心理学ということでお話していこうと思うんですがなぜね心理学を学ぶ必要があるのか人っていうのは実は相手に伝えるのはは言葉だけででないんですねみんなやはり人に何かを伝えるっていう時は言葉を勉強するっていうことがあると思うんですが実は他にもボディーランゲージだったり 声のトーンだったりジェスチャーアイコンタクトという部分でコミュニケーションを取っていくわけです例えばねこれを聞いたらあなたがもし海外旅行行ったことあるならわかると思うんですが言葉通じなくてもジェスチャーとかそういったボディーランゲージで相手になんとなく伝えることってできますよね実は人間っていうのは言葉よりもそういったボディーランゲージだったりジェスチャーそこにコミュニケーションの本質があるわけです この心理学をしっかりね、学ぶことでビジネスの場でも、または男女のコミュニケーションの場でも、より今までよりも円滑となって相手にね、伝えることができる。そして相手も理解することができるっていう、良い循環が生まれてきますので、ぜひね、えー、聞いてほしいと思います。そして今回はまずね、その中でも身近なところから、生活でもすぐにね、使えるように、まずボディーランゲージの部分からお話ししていこうと思います。 ボディーランゲージに関して10個、今回は教えていくこうともいますのでしっかりねメモしながら聞いてほしいと思いますそれでは一つ目相手の体の向きこれ話してる相手ですね例えば相手と話していてへその向きというものを見てほしいんですがそのへその向きが自分と方向が違う方向に向いているとそういった時っていうのは相手が無関心にあるまたはこの会話からね 離れたいっていう心理状態にあります。例えば会議をしているときに話はね聞いてる素振りをしてるんですが実際の体のへその向きというのが出口の方に向いてたりとかまた男女3人がいたとします A さんという男性の方 B さんという男性の方そしてもう一人女性の方とその女性の方が顔の向きはね A さんの方に向いてるけどへその向きが B さんの方に向いてるこれっていうのは関心があるのはその B さんの方なんですねただ A さんの方に話を聞いてる素振りをしているとそういう状態にありますこの相手の体の向きっていうのは簡単にボディーランゲージで見れますのでぜひあなたの生活の中で見てほしいと思いますで二2つ目